10万人突破ありがとうございます。近日中に島屋 YouTube 10万人突破記念としてスペシャルなキャンペーンを実施します。過去最大級の特典がもらえる豪華キャンペーンです。詳細は島屋公式 LINE で発表しますので、サロン入会を迷っている方は今のうちに公式 LINE の登録をよろしくお願いします。はい、ということでサロンメンバーの古株のゆだちゃんです。イエーイ。お願いします。遊びに行ったのバレて、3日後にまた遊びに行ったら GPS 入れられてて、ダメよ本当に。世の中の男はもうみんな行くと、うん、そんなん言うた言いました。バカちゃうか、アホちゃうか。いや、ほんまに来てほしいの俺に。はい、お願いします。普通の芝居コンサートじゃない、ガチギレコンサートで鉄拳グー歯食い縛ります。はい、ということでサロンメンバーの古株のゆだちゃんです。イエーイ。お願いします。じゃあ今どこでどういうラーメンをやってるか皆さんに言ってください。はい、東京の浅草橋という駅で六月という豚骨のラーメンをやってます。うん、やってどれぐらいなんですか？11年目ですかね。ラーメン学校行ってないね。ラーメン学校行きました。大和の、大和の、はい、卒業されて創業して、いや、創業して売り上げが全然なくてやばいやばいっつって、うん、空きがないですって言われたんだけど、うんうん、無理やりねじ込んでもらって、店閉めていって、順調今は。今まあ普通です。じゃあオンラインサロン入ってやったこと、はい、でそれやったことで売り上げがこうなったみたいなリアルな数字を教えてもらいたいんですけど。はい、オンラインサロン入ってやったことは、一番変わったのは原価を下げられました。お、原価なんか一切計算しなくて確定申告で出る原価しか知らなかったです。超どんぶり感じだね。そうです、うん、それをちゃんと自分でチャーシュー1枚いくらかっていうのを割り算して出して、で意識変えて、で盛り付け変えて原価を意識付けして、で今はスタッフにもチャーシュー 18g にしてくれっつって、ちょっと多かったら多いぞって言えるようになって、原価のコントロールもできて原価も下がって、はい、ってことは利益は残るって、利益は上がるようになりました。はい、それ以外は何かありますか？それ以外は人をいつも困ってたんですよ、うん、採用ね。そうです、採用もそうですし、続けさせるっていうのもそうですし、うん、教え方っていうのもそうですし、教えてて伝わんないのは向こうが悪いんじゃなくて教え方が悪いと。そう、島屋さんはマニュアルがあると、こっちはマニュアルがないと、うん、ってことはどうやっていいかが分かってないだけであって、伝え方が悪いんだなっていうのをちゃんと理解して、ただマニュアルは作ってないんですけど、教えるようには心がけてます。なるほどね、はい、いいやん。一番自分の中で勉強になったなと思うのは、飛び道具があると思ってこの会に入って、うん、なるほど、なんかやり方を教えてもらったら、ポンポンと売れて跳ねて、うん、バズって、うん、でそのままラッキーな流れでピューっていくと思ってたら、うん、そんなものはないと、ない、地道に日々どぶ板営業しろと。それがやっと理解できて、それまでは何やったらバズるっていう ABCD、 どのボタンを押せばいいのって、じゃあうちにはっていう考えだったんですけど、そうじゃない。なるほどね。しっかり理解できて、飛び道具があるってみんな思っちゃうもんね。思います、うん、地道にやり続けた結果原価も下がって、はい、利益率も上がって、人も辞めないようになったと。そうですね、最高やん。結構でも仲いいやんか、うちのオンラインサロン入って、はい、だからサロンメンバー同士すごい仲いいもんね。そこでつながって仕入れが安くなったりとかある？仕入れは変わらないですけど、募集のかける媒体だったりっていうのをおすすめを聞いたりだとか、やっぱり同じラーメン屋だったからこういう時ってどうしたとか、うんうんうん、今悩んでるのはエアコンを変えたいんですよね、うんうん、そしてまあ単純な話でいやいい、今いくら変えたって言ってたから、いくらぐらいで変えたのって聞けばゴリゴリボラれることはないだろうし。ああ、なるほどね。そう、素晴らしいやん。絶好調。絶好調、まあまあプライベートが良くないですけどなんでだ。かみさんに遊びに行ったのバレて謝ってもう行かないっつって、3日後にまた遊びに行ったら GPS 入れられてて、で俺それ知らなくて、電源切ってたらもう死ぬほど着信とあれ入ってて、青葉食ってたんですよ。で電源入れたらもう死ぬほど入ってるから、もう意味が分かんなくて、頭の中もう味全然しなくて、なんで大盛りにしたんだろう、これ食えねえと思ってなんでなんでなんでと思って、したらGPS 入れたって言われて、でもすいませんっつって1週間弱家帰らせてもらえなくて、子供にも会えなくて、で初心に帰ってリスタートを切った感じです。優しい奥さん、何やってんのはははじゃねえバカ野郎、ゲイ、はい、の小屋しかと、アホか、こんな男ダメよ本当に。目の前の人をまず幸せにしましょうっていう話をしてるでしょ。はい、お客さんをね。お客さんじゃない、家族やまず、はい、子供いるんやろ。利益出てへんやろそんなに。そうです、それは経営者として貸すよ。はい、クソやろ。はい、うんこですあなたは。はい、
そんな従業員見たらどう思う？引いてました。今令和です。はい。昭和じゃないんです。今いくつでやってる？38です。いろいろやばいね、経営者としてそれは。で今はもう家入れてもらってるの。はい、なんとか。感謝せな、そんなもん。はい。それでも受け入れてくれてんねや、嫁さんに。はい。ダメよ、本当に。そんなしてたら。はい。誰がついてくんねんな、そんな。まあその奥さんによってね、沸騰するとこは違うと思うんで、わかんないけど、それでもいいよっていう奥さんやったら、それでいいかもわかれへんけど、一般的に考えたら、そういうことをやってる経営者の下でうちの娘、息子は働かしたくないって、あ、そういうことですね。思うよね。そりゃそうですね。そういう社長の元のラーメンは食べたくないって思ってたよね。はい。そっから教えなあかんか。謝って、奥さんに。はい。この度は遊びに行かないって言ったのに3日後に行ってしまい申し訳ございませんでした。その時は世の中の男はもうみんな行くと、うん、需要があるからそういう店があるんだから、うん、そんなの当たり前だって言いましたけど、うん、やっぱり行かれた。そんなん言うた。言いました。バカちゃうか、アホちゃうか。ちなみに何遊ぶってどう遊んだの？キャバクラ？違います、ハプバイトです。赤字で倒産しそうなラーメン屋助けます。愛の貧乏企画に応募希望者は概要欄まで。しまやんがなんと無料でプロデュース。ちなみに何遊ぶってどう遊んだの？キャバクラ？違います、ハプバ行ったっす。ハプバ、そんなんあんの今？もう行ったことなくてスイッチ入っちゃったっす。もう一気になって。ハプニングバーって皆さん分からないと思うんで解説していただいていいですか？ハプニングバーっていうのはまず免許証見して会員証を作ってもらって、うんうん、会員なのに何も。会員は1000円ですけど。あ、安いね。まずその入る前にまずオートロックがかかってるところピンポンをして、うん、で開けてもらう。怖っ。で入って会員よう行ったな。その一人で行った。行きました。気合入ってんな。めちゃくちゃ気合入ってる。だからそれってなんか友達とノリで行ったとか。その友達と行きたかったんですよ、うん、でも友達誘ったら行く人がいなくて、うん、でも俺が抜けられる日はここしかないっつって、もう、うん、もういい、一人で行こうって行ったんです。おでその後に行った麻雀が帰りが遅くて朝帰りしたんじゃねえかってことで LINE チェック入ったら、そのハプバーを見られたっす。ハプバー行かない。あー、友達に誘ってんのを見られる。お前これ違う。でもハプニングバー行ったんやろ？行きました。どうやった？隣に40歳ぐらいの女の人が来て。え、急に？あ、いやいや、まあ普通バー入ります。バーです、バーで、バーです。座ってます。で、ソファー席あり後ろあります、うん、そこはスタッフが初めての方でも手伝いますっていうのが歌い文句で、で初めてだからもうそこを優しくしてほしいかなと思って、うん、でそれも言って会員の時に初めてなんですけどスタッフがって言ったから来ましたっつって、うん、そしたら店員さんがここの人たちは遊びに来てるんだけど何で男を評価するかって言ったら普段の所作だと。グラスをガンって置いたり、うん、椅子蹴っ飛ばしたりそういうのやると、うん、もう雑なんじゃないかって思われるから、うん、そういうのはダメですよと、うん、って言われて、あ、分かりました、うん、で教えてもらったそのスタッフが10秒後にこっちの女の子に、うん、洗ったことないっていう話をしてるんですよ。もう意味が分かんなくて俺はその意味が俺何日間サップ。あ、すいません、はい、この話が何の意味かある。バカやね。でノーハプニングで俺帰ったんですよ。知らんがな。でせめてワンハプニング欲しいとで行ったっす。もう一回遊びに行かんって言ったのに3日後に行っちゃったんや。そう、うん、そしたら男8人しかいなくて、そのボス的なやつが俺の昔のエロ武勇伝語って終わるっていう2時間で帰ったっす。まさにハプニングや。そう、それでめっちゃ怒られたっす俺。もうだから俺もう踏んだり蹴ったりなんですよ。もう何もしてないのに。何もできないし、そう、次は引いても何もできないし、そうで、めっちゃ怒られて家帰れない。それしゃあないわ。でも、はい、自分のせいや。そうです。湯田さんの店行きます。お願いします。ノーハプニングなんでお願いします。行ったとしても俺めっちゃ怒んで。お願いします。いいっす。ポンコツやな、湯田ちゃん。そうなんですよ。前からポンコツやと思ってたけど、でもこうやってね毎回来てくれるし、ちゃんと学ぼうとしてんなっていうのは感じてたから。はい、まさかハプニングバーイ。スイッチ入っちゃったんですよ。もう気になって仕方なくなっちゃって。しかも一人で怖い。気になって仕方ない。逆に怖い、そういう人。行動力必要だって言ってるじゃないですか。何事も経験。バカ、そんなことじゃバカ。何事も経験だし、やらないで後悔よりやって後悔っていう。ほら、まだ GPS なってるよ。そうです。でもまあこっからが勝負です。こっからが知恵の見せ所なんで、この状態でもどうするかっていう。あ、おちゃおか。知恵ちゃうわ、もう地道にやれ、バカだれ。はい、アホなら、ほんまに。やばいな、ほんま。マイナスブランディングになっちゃうよ、これ。
いや、ほんまに来てほしいの俺に。はい、お願いします。ちゃんとやる。やります。真面目にやります。真面目です。ほんまにゴリゴリ行くで。はい。普通のシマヤンコンサルちゃうよ。ガチギレコンサルで行くよ。ガチギレで、うん、お願いします。行くよ。はい。鉄拳行くよ。はい。歯食いしばります。行ったるわ。ありがとうございます。ほんまにバカだるやん。まあ、はい。売り上げなんぼや。200万行ったり来たりです。200万ちょっとです。ちょっとね、そういうぬるいやつのラーメン一回食ってみたいと思います。どれぐらいぬるいんか、はい、美味しいの味は。はい、頑張ってます。ハプニングバー行くやつのラーメン食うたるわ。六月さん、すごい食べログ評価高いですね。でも結局売れてんのは200万ちょっとです。食べログなんでんの。 3.71 です。おお、まあでもね、評価と売り上げが比例しないんで。そうです。うん、食べログ高くなる店とならない店って 何が違うんですか。口コミ数と口コミ書いてる人の影響力で点数って変わるから、平均点取ってるんじゃないから、まあ、食べログだけの計算の仕方があるみたいだね。ユダさんの店はなんでこんな高くなったの。分かんないですけど、一回思ったのは、その女の人4人ぐらい来たんですよ、うん、で、それ来て、めっちゃうまかったって帰った後、いきなりボンって上がったんですよ、あの人は食べログのなんかの人なんかなと思って。それハプニングバーの人だ。いやいやいや食べログって上位プランにしないとなんか、なんか、そうだ、そうだ。いや、それはないよ。ラーメン屋はない。そうなんですね。うん、居酒屋さんとかはワンチャンあるかも分からへんけど、ラーメン屋でそんなんやってる人いないから、営業来ました。あ、そうなんすか。で、そうです、いいですっつったら、いきなり1週間後に下がって下がってってめっちゃ下がりました。本当に下がるんですか。そう、マジ本当に下がりました。そうなん。そうです、もっと点数良かったですよ。ヤクザっすね。1週間後に下がって、もう1週間後にガンガンって下がりましたよ。食べログさん、実際どうなんですか。これもし見てたらお問い合わせください。そんなことないって言うんやったら、ぜひ僕のチャンネル出てもらいたいですよ。食べログの闇、食べログチャンネルあんのよ。あります。月刊食堂さんよく出てるから、ワンチャンだから俺言ってどうなんすかみたいな、ちょっと掘り下げてもいいかもね。バン中村風にということで、ユダちゃん、はい、バチバチいっとるやな、あれやんま。損益分岐どんぐらいなんですか。損益分岐は160かと思います。そんなもん。損益分岐の中に自分の労働力は含めじゃないですか。一応自分の労働力35を抜いて、残りがあれするように。あ、じゃあその残りの 2,30 は純粋にお店や会社としては会社に残るみたいな。あ、そういう、そういうつもりでいます。はい。じゃあ60万ぐらい残ってるんで結構いいっすよ。でもそれハプニングバー使ってるね。でもそれたまたまなんですよ、本当に。たまたまハプニングバー行かへんわ。でもめちゃくちゃ調べて行ってるやん。ムラムラして言ってるやん。まさかの誕生日の前日に携帯チェックされたんですよ。それで俺も誕生日の前日見るかよお前よって切れちゃったっす。まあ、目つぶってくれよって。そんぐらい、まあ、見る方も悪いけどね。見ていいことなんかないから。そうっす、うん、やばいね。ノーハプニングです。まだいや、ハプニングやもんこの動画が。ということで、ユダちゃんのハプニングのあるラーメンをね、はい、食べて、その利益出てるかどうかもね、ガチでちょっとチェックしたいね。とりあえず行って美味しいかどうか、はい、うん、で、自分が出してる浅草橋のお客さんのニーズにハマってるかどうか。そうですね、うん、それが、まあ、そういったところもちょっと見て。ゴリゴリいったるかな、マジで。マジでボコボコすんだよ。お願いします。大丈夫。はい、うん、豚骨じゃなくて豚パイってなんですね。豚骨なんですけど、豚骨って言って出したらパンチがない、パンチがないって言われたんで名前を変えただけです。あ、豚パイ。結局は豚骨なんですけど、鶏白湯みたいな感じなんですよね。だからネーミングを変えたら言われなくなりました。そういう気がするだけかもしれんけどね。そうですね。ああ、そうかもしれないです。それはちょっと見に行こう。だから結局は売り上げじゃないですか。もうちょっと欲しいです。あと何本あったらハプニングバー行ける？ハプニングバーは行ったかやバカチン。まず嫁さんに全部払えバカだね。もっと家に金入れろ。はい。自分が好きなことやってんのに。嫁さんは他の仕事してるんですか。今育休中ですけど、仕事は、うん、はい、会社員です。久々のポンコツみたいな。ということで、ゆだちゃんをちょっと追っていきたいと思いますので、皆さんぜひコメントの方お待ちします。これでも500万ぐらいいってほしいです。倍ぐらい、倍ぐらいの売り上げね。作れ、俺やったら作れるよ、はい、フル株なんで、ぜひ稼ぎましょう、はい、言うのは簡単やけどね、はい、うん、まあ俺が言ってやるかどうか、やるかどうかですよね。わかります。でもほんまにやれへんかった、ほんまにバチバチいくで、はい、やりたい、やりたいです。やってほしい。お願い したいんですけど言えなかったっす。来てほしいって、うん、言えないやつがハプニングバーのピンポン押せへん。確かにそっちの勇気、どっちの気合入ってんの。そうですね。
姉妹屋さんを呼ぶイコール飛び道具なんですよ俺からしたら。あ、だから飛び道具じゃないっていうのは分かったから、あ、姉妹屋さん来てポン行ってもまたカーンってなるだけだから、だったら地道に。そんなことない、俺が言ってるのって飛び道具の話じゃないもん。だって地道に構成合わせしか言ってない、まあ、まあそうですね、うん、そうですね。ということでハプニングバーのゆださんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。なんかあれやな、負のオーラがすごいな。なんでこれだけ貼ってる。ハプニングバー行ってるからチャーシュー麺って貼るの忘れんねん。いやほんま、めっちゃ汚い、散らかってる。ポンコツ、はい、このポンコツやろ。しまやの公式 LINE を登録するだけで豪華8大特典プレゼント中。1つ目、今すぐ売り上げを倍にする方法動画5000。売り上げに困っているお店は必ず見てください。2つ目、リピーターを増やすために明日からできること動画5000。リピーターを増やしたいならこの動画を見てください。3つ目、しまやんが感動したラーメン屋の動画。4つ目、ラーメン屋独立したい人が最初にやるべきこと動画。5つ目、今すぐ使えるしまやんの会社のチェックリスト3つ大公開。ほんまは公開したくないんですが皆さんのために公開します。6つ目、 YouTube 未公開しまやんの知られざる過去動画。1時間の動画ですがしまやんが今まで YouTube に語らなかった本音を話しております。見ないで。7つ目、これもあまり公開したくないんですがラーメンの種類別スープ濃度塩分濃度を公開しています。8つ目、初公開しまやんの人生が変わったおすすめのベスト本、こちらをぜひ見てみてください。これらの特典は完全無料です。 YouTube の下の概要欄から10秒でゲットできるのでぜひ皆さん登録してみてください。